本番の緊張よりこの選定の方が緊張がすごくて、自分を出す時に負けてるって思ったことがないんで、生意気なこと言うと自分なしでどうやって勝つんだよみたいな、そういうところも全然あるんですけど、落ちちゃうとすごい悔しいし、落ちる勢いで自分8人の中に入りたいんで、勝つためのチームっていうのを選ぶのってもっと複雑、辛いですね。この日はラウンド2に向けてメンバー選定の日。選定はみんなギルまで分けてたじゃん。それを分けないで斜めまでやったら曲はそのままかけっぱなしで、女のお尻の部分と男のこれを普通に飛ばしてここにそのままの流れで。じゃあ皆さん今日はベストを尽くして頑張りましょう。お願いします。昨シーズンからメンバーが増え、現在16名の角川ドリームズ。ラウンドに立てるのは8名、必ず半分が脱落。チーム結成以来、メンバーはこの戦いとどう向き合ってきたのか。数限られてるんで、ラウンドの数で出れる数も限られてるし、あの子は何回出れた、あの子は何回出れたっていうのもやっぱみんな思って口には出さないけど、心の中で絶対にあって、最初はこう見えてこなかった部分ではあるんで、今はそうやってみんなのことを認め合えるじゃないですけど、信頼してこのどの選手がステージに立っても、例えばズーロックの時とかも誰が立っても多分勝てたと思うし、なんかそういうチームに仕上がってきてるシーズン、今シーズンになってると思います。せーの、ワンツースリーキャディー。互いを称えるためパフォーマンス前にはハグを交わすのが恒例になっているようだ。誰かの権利ですか。そして選抜オーディションが始まった。 I'm ready。2チームに分かれ、おのおのの練習の成果を見せつける。本番さながらの気迫、16人が全力をぶつける。すべてを出し切った D リーガーたち。そしてディレクター啓太からの指名により、レギュラーメンバーの南、一太、チームリーダーの亮がパフォーマンスを振り返りながら選定を行う。選ぶ立場として3人には複雑な思いが。みんなで一緒に頑張ってきてるのに、こう一緒に出れないのはすごい辛いですし、あとはやっぱり出れなかった時のきっとショックって想像できないものだと思うし、でもそれがあるからこそ、多分ライバルがいなかったら普通にそのままみんなで踊って楽しんでやるみたいな感じなんですけど、なんかその分絶対にこう勝たなきゃいけないので、試合の前の試合みたいな感じで結構その戦闘モードがすごい上がって、高まえる分ではあっていいかなってすごい思ってます。そして発表の時。とりあえず発表させてもらいますね。果たして選ばれるのは、日向、サシャ、キサ、大地、サツキ、俺、南ちゃん、りょうちゃんで、とりあえず決まりましたので。
今決まってるメンバーがもしかしたらめちゃめちゃ良かったらその8人のままになるかもしれないし、ケイタさんが全体的に流れとかこっからのカスタムの方向性見て、いやこっちの方がいいんじゃないかみたいになったらメンバーチェンジっていうことが考えられるっていう感じです。はい、すいませんけどよろしくお願いします。お願いします。昼休憩。はい。脱落したメンバー、悔しさが溢れ出し涙を流す者も。メンバー同士寄り添い励まし合う。それだけラウンドに立てないことへの挫折は大きい。やっぱメンバー選定なんだろうな、一番悔しかったり嬉しい思いが一番大きいところだと思ってるので、まずはラウンドに出て皆さんと同じ経験をしたいなっていう気持ちが大きいので、今はすっごい悔しいです。もう自分を信じて次に行くしかないっていう感じでいつも進んでます。チャンスはあるっぽいんで、なんか潰す勢いで自分8人の中に入りたいんで、そこで絶対勝ち取りたいなって思います。辛さの気持ちを閉じ込めてまでも自分たちをめちゃめちゃサポートしてくれてるんで、まずそこに対する感謝と、あとはその子たちが出れない分自分たちができることは勝つことしかない。その勝ったらその子たちも、あ、このチームで良かったんだって思ってもらえるし、結局目標はチームが勝つことなので、選ばれたメンバーとはもう死に物狂いで勝つ気持ちでまた言い合いしてやるように頑張っています。チームの目標はあくまでも勝つこと。仲間でありながらもライバルとして戦い続ける16人の成長。ラウンド2本番に向けた最終練習、ディレクター啓太の姿も。そして選抜メンバーに変化が起きていた。先日の選考で落選したジュリカの姿が、一体何が起きたのか。日曜日にそのケイタさんが来るって、急遽2日オフだったんですけど、最後の日を削ってそこでメンバー選定やるって言われて、どのような結果であっても今回でもう絶対に決まるから、もう悔いなく踊り切るっていうのを、その落ちた8人でみんなで話してて、もちろん今入ってる8人のいいところプラス自分の良さを追求して、もう練習した結果がこれで本当に良かったなと思います。ケイタはなぜジュリカを選んだのか。一度メンバー選定を終えてもう一度するっていうことって、すごくメンバーとしてはやっぱり心がすごく削られると。その中で一番力強かったのがジュリカだったっていうことですね。ジュリカと大地はかなりイーブンというか競っていた部分で、その中で前のシーズンを戦った経験があるんですね。でラウンド2絶対落としたくないっていう時に、ほぼイーブンであって、気持ちの面でもジュリカが強いとあれば、その経験値っていうのを取るっていうところもやっぱり一つの力でもあるので、そういうところもありましたね。ラウンドに立てることを目標に日々切磋琢磨し、スキルと精神を鍛えていくDリーガーたち。自分は結構弱い人間だったんですけど、ダメだったらダメだったりすぐ諦めちゃったりしてたんですけど、この角川に入って、でケイタさんがディレクターっていう風になって、なんか言ってもいいんだっていうか、なんかその諦めきれなかったらちゃんと言葉に出してケイタさんに伝えて、でここチャンスくださいって言ってもいいんだっていう風に変わることができて、みんなにチャレンジして最後まで頑張るよって言ってくれるんで。16人いる俺らのこの強み、作ろうと思えば2チーム作れる、もう最良の状態で1チームずつ出すことだって可能っていう俺らのこのフォーメーション、ただ今のまんまだったら2チームは作れないよ。ただラウンド中に終わる頃には違うわ。 OK、 全員がレギュラー級に育つ、そのためにはできることを全力で OK やること、それしかない。昨シーズン緊急参戦が決まり、セレクションで選ばれたメンバーと急ピッチでラウンドに向き合った角川ドリームズ。
濃厚な日々を過ごした中での変化。まあ、オーディションからめちゃめちゃ自分はもうケイトさんの話す熱量とか思いがすごい伝わって自分もこう熱くなれた部分はめっちゃあったし、うわもう絶対自分変われるって思ったんですよ。そこでネガティブからポジティブにもなれたし、もう 100% もう成長でしかないなとは正直に思って、1年やったからもうそこのチーム団結力っていうのは何年知ってるとかじゃなくて1年間自分たちが濃い時間で過ごしてるんで、これが自分たちの角川ドリームですっていうのは自信持って言えるチームにはなってますね。チーム内での戦いが一人一人の向上を生み、そして結束はより強固なものに。すごいですよ、成長伸び率。不思議だなと思ったんですけど、ダンスの技術っていうことよりもやっぱりその能力値を上げるのって人間力だなっていうのをなんか改めて思いましたね。で人間力って何かっていうとやっぱりどれだけ挫折したか、シーズン2は8人挫折していくっていうことを繰り返すので、思いやりだったり感謝の気持ちだったり、まあ、基本中の基本ですけど、それを極限状態で重ねていくっていうのはすごく人間的な成長につながって、でそれっていうのは明らかにダンスにフィードバックされますね。角川ドリームズ、今この瞬間も16人ラウンドに向けて戦っている。去年よりもやっぱりもう完成度の高い状態でスタートを切っていきながら、そこでどれだけ好奇心旺盛で角川ドリームズそんなことやるんだっていうところを、まあ、見せていくっていうのが、まあ、前半戦、そんな風にやれたらいいなと思ってますね。